G1 初勝利を目指すのが2番、3番、6番ですが、さあどんなレースとなるか。枠なりで1、2、3、4、5、6でスタートしました。第1レースのスタート、インから1号艇の深川バチッとスタートを決めています。1周の1マーク、1号艇の深川が逃げていく。3号艇の後藤がまくっていきますが、1号艇の深川がバランスを崩してアクシデントとなってしまいました。スタートは前提正常でした。1号艇にアクシデントです。1周の2マーク先行するのは2号艇の平川です。トップで2号艇の平川が折り返し、その内をついて3号艇の後藤、さらには4号艇、6号艇ですが、先頭は2号艇の平川香織です。G1 初勝利が見えてきました。先頭は2号艇の平川香織です。2番手番が3号艇後藤美久、3番手が6号艇の上田沙奈。予選競争第1レースまもなくゴールです。2番ゴール。今シリーズメンバーの中では初勝利一番乗りですね。はい、嬉しいです。はい、ここまで2走する中でスタートする船足というのはどんな感触になってますか？昨日まではスタートもしやすさはあったんですけど、今日は全然朝から遅いタイミングしか行けなくて、まあ、不安ではあったんですけど、なんとかって感じです。あ、そうですか。短回り関係はどんな手応えになってそうですか？昨日の方が体感も全部良かったんですけど、今のはそうですね、もう展開がすごく、はい、向いたのかなって感じです。ちょっと今体感にすごく違和感があるので、全体的に乗り心地も足も全部求めていきたいと思います。その作業というのはプロペラ作業ということにはなりそうですか？はい、プロペラでやってきます。後半の戦いも楽しみにしてますので、最後にファンの皆様に一言お願いいたします。初めての G1 すごい緊張してますが、最終日まで精一杯頑張るので応援よろしくお願いします。カメラサインは初めてということになりますか？では G1、 はい、初めてです。でもフィギュアスケートとかではやられたことある？やったいです。あ、そうですか。では貴重な1枚目ということになりますね。では最後にワンポーズもお願いいたします。あ、可愛いです。平川選手でした。ありがとうございます。大きな舞台でも活躍できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。